こんにちは、ジュリアです。カード開封動画84回目は2017年発売バイスクルネオクラシックです。このネオクラシックもキックスターターのクラウドファンディングを通して発売されたもので、デザインの方を制作したのがマジックトリックストアというところが制作してて、デザイナーがジョニーワームという人、そして販売の方がまた別になっていて、コレクタブルプレイングカードが販売をしているそうです。で、デザインのコンセプトがネオクラシック、このクラシックデザインと新しいデザインを融合したものというのがコンセプトになっているみたいです。それでは開封したいと思います。箱を見ていきます。バイスクルネオクラシックで、この渦巻きみたいなロゴなんですけど、これはデザインが無限に生まれてくるという意味らしいです。無限ループですね。インフィニティしてます。で、横面がエアクッションフィニッシュ、反対側がネオクラシックって書いていて、上面がデザインのみで専用のクロージャーシールがついています。で、これがバックデザインですね。で、下面がコレクタブルプレインカードのロゴと、アーランガー定番製でデザインがジョニーワームと書いてます。で、リサイクルマーク。それでは開封したいと思います。はい、切れ目を入れました。横フラップにもマークが入ってますね。こっちがバック面です。で、ジョーカーが結構なんかクラシックなデザインのジョーカーになってるけど、見たことない感じです。赤と青の色違いみたいですね。で、これがネオクラシックのスペードのエースで、文字類が何も書かれていません。インデックスが変わってますね。数字のカードの並びが違うものがありますね。お、構図は最近のバイスクのものなんですけど、絵がクラシック風に作り直されています。なんか劇画調のタッチになっていますね。背景も赤になるんですね。またこれは絵柄が全然違って、一から作った感じですね。クイーンは何かいつものバイスクよりもね、ふてた感じになってるのはやっぱり絵のタッチが違うからでしょうね。基本的に似た感じの絵なのかな。どこね、ダイヤとハートのクイーン、絵が同じなのかな、そんな気がします。で、ハートのエースです。これはなんだ、バックはこれで、ブランクフェイスというわけでもなく、絵札のカードの絵とインデックス、数字がなくなってるっていう変わったブランクの仕方してますね。の、多分赤い絵札と青い絵札、いや、まあ黒の絵札なんで、背景ありのブランクカードでしょうね。完全な真っ白じゃないブランクカードって初めてですよね。はい。じゃあ、最近のスタンダード、54枚。最近のスタンダードよりも2枚分厚みがあるみたいです。スペリの方は最近の KY 製と同じですね。裏面のバックデザインは、まあ、発光と同じですね。ファルを入れてみます。
ちょっと引っかかりあるんですけど、最初からスッと入ります。トラディショナルカットは多分されていると思います。はい、バイスクネオクラシックを開封しました。こんな風に背景が残った状態の絵札カードのブランクフェイスっていうのは初めてですね。なかなかこれはこれで面白いアイデアだと思います。デザインも新しいものと古いクラシックデザインを融合させた新しいデザインということなんですけど、完全にね一から作り直されてて、マークも数字も絵札のカードもなかなか渋い感じになっていて、おしゃれな感じだと思います。それではジャンル分けしたいと思います。性能の方は最近の KY 製のスタンダードと同じで、なかなかいい感じの性能で、トラディショナルカットも入っています。ジャンル分けなんですが、コレクタブルプレイングカードを販売で、マジックトリックストアのデザインで、ジョニーワークのデザイン、メーカーコラボで、デザインが新しいクラシック風デザインなので、コンセプトデザインで、なんか意外と売ってないので、レアデックコレクションです。バイスクルレオクラシックでした。よろしければチャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いします。それでは。